悪いな。前もこんなことあったような。社長、医者の立場として私は反対です。こんな根拠のない怪しい話に未来なんてないですよ。もうあらゆる手は尽くしたんだ。今はこの状況を変えないと。この子の命が助かるなら何だってやる。怖いよ。ナオミ、大丈夫だからね。とにかく行ってみよう。来たね。準備はできているよ。ナオミ、ナオミ。先生、なんとかならないのか。もう手の施しようが。君はどうなんだ。気候もなすすべなしか。心のケア精一杯。なあ、ナオミが生まれる前から長い付き合いじゃないか。誰よりもナオミちゃんの命を救いたいと願っているのは私です。でもこれが医学の限界なんです。社長、ちょっと怪しい話を聞いたんですが。なんだい、言ってみろ。死神って存在すると思いますか。バカが何言ってんだよ。で、実在するんです。何でも対価さえ払えば人の命をコントロールできる。そんな話私には信じられない。だいたい命というのは。いや、私は信じる。信じるしかない。え、医学も気候もダメならやるしかないだろう。行くぞ。このトンネルをくぐれば死神の世界とつながるらしいんですが。もう後戻りはできない。責任は俺が取る。何があっても責任は取れないよ。ああ、構わない。やってくれ。では。いらっしゃいませ。お客様こちらかな。こちらになるんでしょうか。ああ、願いを聞いてあげて。うん。お前がそうなのか。そのそんなことよりご依頼は何でもいいから一つだけ。ただしそれなりの対価をですね。対価はいくらだ。金ならある。金が全てか。そうじゃないだろう。依頼内容次第だね。わかった。何だってする。じゃあうんこ食べろって言われたら楽勝だ。頼もしいね。さあ、お前の願いは何だ。この子の病気を治してくれ。楽勝だ。案外ベタでしたね。うんこを食べればいいのか。それは例えかと。それならば対価は。母親の命。何この空気。めちゃくちゃやりづらいんですけど。やめときます。わかった。本当にすまない。なんで。いや、だって、いくらなんでも決断早くない。
仕方がないんだよ。ナオミのためなんだ、分かってくれよ。お前の命差し出すしかないだろう。いやいやいや、私だってね、ナオミのためなら死んでもいいわよ。けどね、引っかかるのよ。何が？あんた、この中国の小娘とできてるでしょ。何バカなこと、ただの気功の先生だよ。そんなわけないだろう。愛してる。違う。もう愛に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 。聞こえない。もう愛に。私が何にも知らないとでも思ってたの？なめんじゃないわよ。いや、それはあの、あの奥様、私そんなこと。あった。財産狙いでしょ？貧乏くさい泥棒猫め。日本語わかりません。这个老女人怎么被她发现了？はあ？我觉得我隐藏的挺好的呀。さっきガッツポーズしてたわよね。母親の命。とにかく私が死ぬのは納得いかない。そんなこと言っても、じゃあどうすんだよ。ナオミが死んでもいいってのが？もう そりゃそうなんだけど。お願いがあります。どうせ死ぬのなら最後に一度だけ。はあ、こんな時に何言ってんの。いや、最低。お前が死んでくれよ。だってお医者さんだけずるいじゃないですか。何を言っているんだ私が。ああ、なんでそんな話。本堂か。かっこいいですか。さて、くるどーん。すごい、こっち景色きれい。違うんです、社長。ずるいよ、僕にもチャンスくれよ。おいおい、やめろよ。見苦しいぞ。なんだと、上からがソニー。あんた、いい年してチェリーなのかい。なんなら私が。怖えよ。おめえの方が怖えよ。ほら、本当なのか。いつからそんな。お前、自分の年は分かってんのか。やっとってやってんだろ。ナオミ、大丈夫、しっかりして。お願い、知らないで。他に条件ってないんでしょうか。あ、ほら、この子もまだ小さいですし、母親は必要では。まあそれなら父親の命でもいいかな、なんて。早く死んで。ちょっと待て。いや、仕方ないのよ。ほら、ナオミのためなの。もう時間ないんだから早く死んで。ほら、もう責任取るって言ってたじゃん。俺だってナオミのためなら命なんか惜しかないよ。たださ、俺もなんか引っかかるんだよな。あ、すいません、ちょっとよろしいでしょうか。この場合のですね、父親というのは、その、なんと言いますか、医学的な意味での父親ということになるんでしょうか。は？俺じゃないですよ、俺じゃ。最近ですし。やっぱりお前もか！バカ！お前ら！で、実際問題どうなんでしょうか。やはり DNA 的な。まあこの場合は実の父親になるわね。そうだそうだ。いや、それはそれで困るっていうか。怪しいと思ってたんだよ。いや、ね、なんて言うんだろう。そういうのでもないんですよ。俺は絶対知らですよ、最近なんで。万が一ってこともあるだろ。ねえよ、この浮気女。やっぱりお前が死ぬべきだな。ああ、だいたいあんたなんか金だけじゃない。バカの遺伝子なんかいられすんだよ。俺の子なのか。え、
死んでみたらわかるだろ。ちょっと待って、一旦話し合いをさせてくれ。そうだそういいよ。はいはい、もういっそのこと多数決で決めませんか。やはり産んだ人の責任ということで母親にするのはどうだ。ああなるほど、それは一理ありますね。私も賛成です。中国には三人よれば無責任ということわざがあります。なるほど。てめえらマジでうんこだな。あのここで反対したら僕にもチャンスありますか。だいたい人の命を多数決だと俺じゃない、やったのこいつだ。いつまでも待てないわよ。そうでそうで、じゃあさ、父親か母親どっちがいいか娘に決めてもらったら。そうだそうだ、そうね、それがいいわ。ナオミなら絶対私の味方よ。いいとも、ナオミは絶対俺を選ぶはずだな。そうだろね、ママがいないと困るでしょ。いやいや、パパがいないとお金はどうするんだな。ねえ、ナオミママの方が好きよね。そうでしょね、ナオミ、ナオミ、ナオミ。お前何手合わせてるんだよ。おい、ナオミ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 、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。真相は藪の中だな、いろんな意味で。中国では羅生門と言います。わ、これはこれでね、皆さん、ね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 、そうだ、生き返らせてもらえばいいんだ。できるよな。まあ、余裕ですね、楽勝です。じゃあ待ちな、その対価はあんたたち二人の命だよ。そんな、もう残り時間が少ない、ラストチャンス。さあ早く最後の願い言いな。社長、社長、わかった、じゃあもう一度だ、やり直し、やり直し、一旦時間を戻すだけ。お、俺を生き返らせるのとは違うぞ。また初めから、初めからやり直すってのはどうだ。初めから初めからやり直しね。まあいいわ、すべてを水に流すってことです。これでいいんだ、全部水に流そうじゃないか。俺もすまなかった。あ、私の方こそなんかごめんね。すいませんでした。すいませんでした。ママたちみんな自分のことばっかり、ダメな大人ね。変わってしまった私たちが悪かったんだわ。これで全部元通りだからね。で、その対価は。対価？そうね、その対価。その対価は未来。お前たちの未来をいただこう。お前たちに未来は永遠に来ない。未来。
やりな。前もこんなことあったような。社長、医者の立場として私は反対です。こんな根拠のない怪しい話に未来なんてないですよ。もうあらゆる手は尽くしたんだ。今はこの状況を変えないと。この子の命が助かるなら何だってやる。怖いよ。ナオミ、大丈夫だからね。いつも同じ繰り返すのが道。道を歩いていてつまずいたのが穴を覗いていて見逃したのが虹。虹が消えて笑ったのが君。何度でも何度でも繰り返し繰り返しいいよ。また君の同じ笑顔が見られるなら。はあ、もうこれ何回目だっけ。もう数えれない。もう思い切って変えちゃう。変化のない人生なんてうんこだろ。そうだそうだ。